まずは種族を越境種族にするのか、越境種族にするのか、あるいは好きな名前をつけてくれ。五文字まで入力できるからな。名前の名前でいいんか。さあ決定だ。サイヤ人の力見せてやる。さあこれでおめえも立派な戦士の仲間入りだな。バトルへ行くときはヒーローアバターカードを使ってみてくれよな。そうだ、トランクスからプレゼントがあった。受け取ってくれ。カエデリル、カエデリル、こいつはバトルでおめえを助けてくれるすげえやつさ。二人で一緒に頑張っていくんだぞ。それじゃあこいつの名前をつけて、この名前でいいんか。さあ決定だ。いい名前じゃねえか。仲良くしてやってくれよな。ドリル。よし、セーブ完了だ。これがおめえの分身だ。飛び手モードを選んでくれ。まだカードを登録できるようだけど、このチームで大丈夫かい？まだカードを登録できるようだけど、まだカードを登録できるようだけど、チーム決定だ。次にこのロボパーツでバトルに続け、ロボスキル決定だ。さあ、おたそーめ。敵が現れた。準備はいいか。ドラゴンボールだ。ドラゴンボールを持ったまま勝利すれば、このドラゴンボールが手に入るぞ。ラウンド1。アタックエリアでは攻撃するキャラクターの力を決めるんだ。赤いエリアで敵に攻撃。よし、作戦決定。
が先行だ。敵のチームの攻撃だ。ボタンを押せ。君のチームの攻撃だ。仲間のアビリティ発動だ。これはどうだ。ボタンを押せ。ミラクルパーフェクトだ。君の勝ちだ。連携効果で戦闘力が上がったぞ。いい攻撃だ。ラウンド2。サポートエリアではアタッカーを決めるんだ。よし、作戦決定。しまった。敵のチームの攻撃だ。ボタンを押せ。君の勝ちだ。いいガードだ。君のチームの攻撃だ。仲間のアビリティ発動だ。これでどうだ。ボタンを押せ。ミラクルパーフェクトだ。君の勝ちだ。連携効果で戦闘力が上がったぞ。やるじゃないか。敵を気絶させたぞ。ラウンド3。アタッカーを決めるんだ。よし、作戦決定。ヒーローロボスキル発動。いいぞ。敵のチームにはアタッカーがチャンスだ。一気に戦う。君のチームの攻撃だ。仲間のアビリティ発動だ。これでどうだ。ボタンを押せ。君の勝ちだ。いい攻撃だ。とどめだ。やったな。君の勝ちだ。やった。俺たちの勝ちだね。これが今回のスコアだ。